旭川市立あたご小学校は、北海道旭川市豊岡八条六丁目にある、公立小学校。北海道第二の都市、旭川のほぼ中心地に位置する中期母校。昭和49年に、豊岡小学校から分離独立して2008年2月で34周年を迎える。あたご小は、通常学級と特別支援学級を両輪として、 確かな学力の定着と向上、豊かな心の育成、信頼される学校の実現を基軸に、握手と拍手で、子供の心に残る教育を行っている。あたご小近くに、あたごらしき故障は見当たらないのに、なぜ、あたご小学校としたのか。旭川市と洋町に学校が新設されることになり、この地域が、区画整理される以前、東旭川町、 あたごと呼ばれていたことから、地域住民を呼び、有志の一致した願望により、旧地名をもって、公名とすることになった。東朝日川町、あたごの地名は、昭和12年、元と洋日15条7丁目にある、あたご神社の名をもって地名とされている。あたご神社は、とん兵ん平制度の廃止に伴いこれを記念し、永久に保存する考えから、 東京都アタゴ神社の御分礼を受け、明治36年に建立され、以来地域住民の信仰対象となっている。旧地名をもって、公明とした、アタゴには、開拓の精神を受け新設校の発展を強く願う、気持ちが強く込められている。子供たちの夢と希望を大空に自由を求めて羽ばたく、翼で表し、中央に、公明、アタゴが配されている。 豊かな体を鍛え、仲間と共に、たくましく生きる力を育てるから考える子、たくましい子、豊かな子毎年、保護者だけでなく地域の方々にも広く、あたごっしょうの教育を参観する機会を設けている。毎月の、図書の読み聞かせのほか、峠工事の安全確保のため町内会の方々が、見守りや愛のパトロールを行ってくれている。ありがとうございます。